どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、8月1日になりましたということで、月額制宿泊サービスであるハフがですね、リニューアルということで、完了いたしましたので、こちらの解説ですね、やっていきたいと思います。ちょっとね、またとあるホテルからね、撮影してるんですけども、かなりね、セミがね、元気よくてですね、ちょっとカメラの音に入ってるかもしれないんですけども、ちょっとその点はね、ご了承ください。で、8月1日からですね、ハフがね、リニューアルしましたということで、まあ、結論を言うとですね、コインのね、価値が少し下がって、お得度もね、ちょっと下がった感じなんですけども、ホテルのね、利用先によってはね、お得に利用することができるかなっていう感じですので、もしね、気になっている方、もしくはですね、これから新規登録ね、検討されている方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。まずね、この月額制宿泊サービスのハフはね、何ですかっていう話もね、改めてしたいなというふうに思いますので、もしね、こちらいらないっていう方はですね、下のね、目次から飛んでいただければ、次の項目見れるようにしておりますので、そちらからね、見てください。この月額制宿泊サービスのハフっていうのはですね、毎月ですね、利用料金を支払って、プランにね、割り当てられている宿泊日数をですね、ホテル利用することができるサブスクリプションサービスっていうふうに、なっております。で、サブスクっていう風になりますんで、割り当てられてるね、宿泊数がプランによってね違うわけなんですけども、この宿泊数をですね、利用しても利用しなくてもですね、サブスクということで利用料金がねかかってくるっていった形になるんですよね。で、料金プランはですね、ちょっとご覧にね出しておきますけども、新プランということで、こちらもね8月1日からプラン名とね料金が変わりました。お休みプランからプレミアムプラスプランまでねあるという風になりまして、まあライトだったらですね、月2980円で月1泊で獲得できるコインが50コインっていった形で利用することができるっていった形になります。まあ一般的に考えてですね、まあ月1回にはなりますけども、2980円でホテルにね宿泊できるって考えればですね、まあ基本的にはね結構お得なのではないのかなという風に思います。なんですけども、こちらコインがね50コインもらえるっていう風に書いてあると思うんですけども、このハフにね掲載されているホテルっていうのは基本的に1人での利用っていうのが条件。まあもちろんね同伴可能のホテルもあるんですけども、またですね、ドミトリーもね含まれるっていう風になりますので、その個室じゃないホテルもね含まれているんですよね。まあこの点はね注意していただければなと思います。もちろんねホテルによっては個室があるホテルもあるっていった形になりますし、高級ホテルのね部類に入るホテルも掲載があるっていった形になります。こういった感じのね、サブスクリプションのハフなんですけども、8月1日よりですね、リニューアルが行われました。で、大きな変更点としては3つですね。まず、1つ目がですね、新規会員登録する際に無料プランが選べなくなりました。ということで、これからね、新規登録される方は、初月からですね、有料のね、プランを選択する必要があるっていった形になります。で、2つ目ですね、宿泊する際に必ずハフコインっていうのがね、必要になりました。こちら最低50コインからね必要になったということで、今まではですね、その割り当てられてるね宿泊日数があると思うんですけども、コインがねいらないホテルも多数あったっていう風になりますんで、コインがなくてもですね宿泊することができたわけなんですけども、今後はですねコインがないとですね宿泊することができなくなるっていう風になりますんで、保有しているコインのね管理がさらにね必要っていう風になりますんで、この点はね注意が必要っていった形になります。で、3つ目ですね、宿泊する際に必要コインがね必ず必須になったということで、こちらねホテルによって必要コインっていうのが違うわけなんですけども、このね必要コインがですね増加しているっていった形になります。それではまずね一つずつね話していこうかなと思うんですけども、まずこちらは料金プランなんですけども、新規登録する場合ですね、今まではお休みハフっていうね、プランが選択できたんですけども、これからですねライト以上2980円以上のですねプランを選択する必要があるっていった形になります。ですのでライトを選んだ場合は月2980円、こちら初月から払ってですね割り当てられる宿泊数は1泊で
もらえるコインは50コインということで、こちらのコインを使ってですね、宿泊することもできるっていった形になります。でですね、お休みプランっていうのがね、掲載されていると思うんですけども、こちらはですね、初月からは利用することができないっていった形になります。で、2つ目ですね、宿泊する際に必ずね、ハフコインが必要になりました。最低50コインということで、こちらはですね、ちょっと残念なポイントの一つですよね。このコインっていうのはですね、人によって保有しているコインね、違うわけなんですけども、あるホテルだと50コインが必要、あるホテルだと1500コインが必要みたいな感じで、ハフにはですね、必要コインもね、すごい高いホテルもあれば低いホテルもあるわけなんですけども、人によってですね、コインの保有している数っていうのは違いますので、これ宿泊日数ね、割り当てられてますよね。で、割り当てられているけどコインをね、使い切ってしまって宿泊日数余らしてしまった場合、宿泊することができなくなるっていった形になるんですよね。まあ一応それの救済措置として、この宿泊日数を余らしてしまった場合ですね、次の月以降にですね、一泊ね、50コインで振り替えっていうんですか、していただけることはできるんですけども、こちらはですね、今までね、コインが必要なく宿泊することもできてた点を考えると、ちょっと残念ポイントかなというふうに思います。それでは次にですね、宿泊する際にね、コインがね、必要になったことを受けてですね、こちら必要コインがですね、増加しているんですよね。まあなんで増加したのかちょっとわかんないんですけども、いや、こちらね、予想が当たった感じになるわけなんですけども、ちょっとね、残念ですね。で、今までのですね、7月までと8月以降のですね、必要コインですね、プリンスホテル、ハイアット、マリオット、ですね、こちらまとめさせていただいたのちょっとご覧に出しておきますけども、8月1日よりね、メズム東京オートグラフコレクションとかね、入ってるんですよね。これはね、かなりすごいんですけども、残念ながらですね、必要コインは1950コインということで、かなり大変ですよね、これね、集めるのね。プランでね、もらえるコインが、プレミアムプラス、こちらちょっと出しておきますけども、こちら2000コインね、もらえますけども、8万2000円ですからね、月額料金で。宿泊日数のね、上限はないわけなんですけども、まあこちらね、8万2000円を払うとメズム東京オートグラフコレクションね、宿泊することができます。まあ8万2000円だったらね、普通に宿泊した方がね、普通に安いですよね。変更前に比べるとですね、全部ね、増加っていう風になっておりまして、特にですね、ハイエットリージェンシーセラガキでしたっけ、これ読み方ちょっと間違ってたら申し訳ないんですけども、ここのね、上がり方結構異常なぐらい上がってますよね。もともと500コインだったのが8月1日以降ね、1300コインということで、まあね、今まではね、ちょっとぶっ壊れてたところもね、あるわけなんですけども、もうかなりね、増加いたしましたよね。で、ちょっとね、不明って書いてあるところね、あると思うんですけども、こちらに関してはですね、ちょっとね、私が検索した感じだと出てこなかったので、まあ予約が埋まっているのか、ちょっと予約を一時止めているのかちょっとわかんないですけども、まあそういった感じの対応で、今ね、検索画面から見ることができないっていった形になります。必要コインはね、かなり上がりましたので、私のようにですね、7月に登録して一度ね、コインを使って予約してね、利用した人がからですね、これからね、お得に利用するっていうのはちょっと厳しいかなっていうふうに思います。まああくまでですね、このホテルですね、このプリンスとかマリオットとかハイアットとかね、ここら辺で宿泊するのはね、ちょっと厳しいかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ普通にね、それ以外のホテルって考えればですね、普通にお得はお得なんですけども、ここら辺をね、泊まろうとするとちょっと厳しいかなっていうふうに思います。でですね、これからハフを始める人はですね、まあ一回はですね、こちらのホテルにね、お得に利用することができます。1回にはなると思うんですけども、もしね、狙いたい方はですね、個人的にはですね、ザ・プリンス宝ヶ池とかね、私先日レビュー出しましたけども、まあこちらも同じようにですね、2980円で1回はね、利用することができますので、かなりおすすめっていた形になります。またですね、8月1日からね、キャンペーンがね、開始になったということで、新規登録ね、これからする方はですね、まあ有料プランしかね、選べなくなるわけなんですけども、まあそれに伴ってですね、こちら料金プランありますけれども、このスタンダードっていうのが月9800円で3泊200コインがね、もらえるわけなんですけれども、これはですね、8月限定で
2980円で利用することができるっていった形になるんですよね。まあこれはねかなりお得ですよね。月3泊ね利用することができるわけなんですけども、2980円で利用することができます。こちらは8月1日以降にですね、新規会員登録した人限定っていう風になりますんで、冒頭に言いましたけども、このハフっていうのはね、初回からね2980円ねかかりますので、今までみたいにですね会員登録だけみたいなすることはねできませんので、この点は注意してください。またね2980円でこのスタンダードプランが8月はね利用することができるわけなんですけども、9月になったらですねまたね料金普段通りに戻りますんで、こちら9800円にね9月からなりますので、その点はね注意してください。でキャンペーンの2つ目なんですけども、8月1日以降にね新規登録をするとですね、紹介 URL でね登録された人はですね500コインがねもらえます。またですねチャレンジっていうね本人確認であったりアンケートだったりね、まあ、そういったものがあるんですけども、こちらをね全部達成していただくとプラス500コインがねもらえるっていう風になりますんで、もしねスタンダードプランですね8月1日以降新規登録した人限定ですけども、2980円でね、入ることができる、こちらを選択するとですね、紹介 URL のコイン500コインと、チャレンジの500コイン、またねスタンダードプランで200コインもらえますんで、合計1200コインですね。もしね月1回をね2980円のプランを選んだ場合はですね、合計ね1050コインがね獲得することができるっていった形になります。まあね料金は同じですので、もしね8月以降ね新規登録される方であればですね、このキャンペーン利用してですね月3回のねスタンダードプランね利用していただくのがお得かなというふうに思います。それではですね、今回ね8月1日からキャンペーンが開始するということで、紹介 URL をね経由で入会で500コインで、チャレンジ達成で500コインで、まあ合計1000コインがねもらえるって言った形になるわけなんですけども、まあ1000コインねもらうとどんな感じのホテルに宿泊することができるのかっていう話なんですけども、先ほどねあの画像を見ていただきたいんですけども、1000コインだとですねザ・プリンス宝ヶ池オートグラフクレッション、こちら行けますね。ハイアットハウス金沢、あと、名古屋プリンスホテル、あとこれなんて読むんだっけな、屈斜路プリンスホテルですね、こちらが宿泊することができるっていった形になるんですよね。ですのでまあ個人的にはですね2980円で3泊ね月できる方がまあお得度的にはねお得なんですけども、もしねこの掲載されているプリンスとかハイアットとか、マリオット、まあこちらを狙っていくのであればですね、このスタンダードプランをね選んでいただくと、紹介 URL で500で、チャレンジ達成で500で、プランのコイン付与で、プラス200ということで1200コインねもらえるわけなんですけども、まああのこのホテルにはですねどっちにしても1泊しか宿泊することができないんですよね。ですのでもしこの掲載されているホテルだけね狙いたい方であればですね、ライトプランのねもともと2980円の1泊ねこちら選んでもね変わらないって言った形になりますんで、まあここはねお好みでいいかなっていうふうに思います。で先ほども言いましたけども、9月になるとねスタンダードプラン選んだ場合は切り替えないとね9800円取られてしまいますんで、まあここがめんどくさい方はですねライトプランでチャレンジ達成していただいて1000コイン稼いで、まあここら辺のねホテルに1泊ね宿泊していただければなと思います。8月1日以降もね3000円で宿泊することがね1回にはなりますけどもできますので、まあお得っていう意味ではですねかなりお得ですよね。プリンス宝ヶ池オートグラフコレクションね宿泊してきましたけども、ステータス特典も使えますしね。でちょっとね言い忘れましたけども、メズム東京オートグラフコレクションね、こちらもプリンス宝ヶ池オートグラフコレクション同様ですね、マリオットボンボルねステータス特典使えるという話ですので、もしねあの1950コインということでここね宿泊できる方はかなり限られていると思うんですけども、ステータス特典もね利用することができます。ということで今回ですねハフのね8月1日のリニューアルに関してね解説させていただいたわけなんですけども、まあ8月1日以降ね、登録された方もですね、まあ1回はねお得にこの掲載されているホテルね宿泊することができますので、まあそういう意味ではですね1回ぐらいねあの利用してもねいいのではないのかなと
思います。ちょっとね選択肢がかなり減ってしまいましたので、まあ今からね狙えるってなると本当にハイアットハウス金沢とプリンスホテル宝ヶ池、あと屈斜路プリンスホテル、まあここだけになってしまいますので、あと名古屋プリンスか、はい、という感じなんで、ちょっとね選択肢がね少なくなってしまった部分はねあるわけなんですけども、まあ3000円ですからね、個人的にはですねかなりおすすめっていう形になります。まあ今ね会員登録しなくてもですね、このキャンペーンね8月いっぱいやっておりますんで、ちょっとね考えてから登録ねしていただくのもいいのではないのかなと思います。私に関してはですね、飛行機に乗ってよくね、マリオットホテルね撮影したり、またねステータス修行等々で、移動することがね多いので、まあ行った先でねヒルトンマリオットがねアクセスしやすいところがあればねいいんですけども、まあそうじゃないこともね結構ありますので、私に関してはですね月1回の、2980円かライトプランでしたよね。まあこちらでねしばらく利用してみていきたいなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クリエイティブワード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。